レインボーシスターズさんによりますレインボーエクササイズが始まります。皆さんこんにちは。さあ今日は本当に待ちに待ったどんこ祭りです。原田敦子とそして超創世大学のレインボーシスターズで皆様にエクササイズを、やっていただきたいと思います。まずは、レインボーシスターズライフエクササイズ、非常にいつでもどこでもやっていただきたいエクササイズ、コンパクトにまとめてご紹介しております。つまずき骨折介護、介護社会に歯止めを打つためには一人一人がまず健康づくりをしていただくことが必要です。そして健康というのはまず動いてなきゃいけないんですね。初めて体は正常に働きます。運動不足と思っていらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。ぜひ簡単なエクササイズ、指立ち、かかと立ち、またまたをする、そして大きく手を動かす、こんなことで実は体っていうのは本当に元気になってくれるんですね。さあこのレインボーシスターズ平均年齢、大体70歳前後になります。私ももう61歳になりました。でも正しく体を動かすとこうやってプロポーションも保て、そして健康で元気になれるんですよね。簡単で毎日プログラムをやる、そして改めて外へ出して運動、外へ出て運動するのではなくて家の中で毎日コスコスと体を動かすことで本当に体っていうのはよみがえってまいります。今日は皆さんにぜひこうしたエクササイズを日頃からやっていただきたいなと思います。自分の体は、自分の命は自分で守る、そして磨く。私も生涯その学びと実践で、人間というのは生涯進化成長するものだということをこの体を通して多くの方々にお伝えしたいなと思います。そして2020年オリンピックを目指して吉井町はシニアライフオリンピックということで、介護のない町づくりということで去年から動き出しております。今年も8月吉井運動公園にて、7月21日から8月31日朝6時半から命の危機管理エクササイズということで、皆さんと一緒にまたエクササイズの輪を広げていきたいと思っています。そしてこのシニアシスターズの方々、実は去年のその夏に出会った、初めて出会った方たちばかりなんですよね。その方たちがもうすっかりと兄弟のように仲良くなっていらっしゃいます。ありがとうございます。私は日本で第1号のエアロビクスのインストラクターで40年間アメリカエクササイズをやってまいりました。そして体も心も疲れ切って、毎日毎日エクササイズしてマッサージしなければいけなかった。私何やってるんだろう、アメリカのモノマネをしてるだけじゃないか、この私の体と心が喜ぶエクササイズはないものか、そうだ私が作ろう。当時45歳、もし私が60歳を過ぎて美しく健康であれば必ず高齢者社会に役に立つことができる、そう思って16年の歳月を立てて、エクササイズを作り上げてまいりました。はい、トン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 、皆さんで、はい、親指のつけね、人差し指のつけね、はい、中指のつけね、薬指のつけね。皆さんでお家に行ってね、小指見てくださいね。小指に爪がない、小指が広がらない方は必ず難聴になります。しっかり指を広げていただきたいと思いますね。そしてかかとです。一番汚れがたまるかかと、そのかかとをしっかり打ち込むことによって体のむくみが取れますよ。今むくみで本当に悩んでらっしゃる方が多い。そして大切なのは吐きながらです。吐きながらトン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 、はい、バタバタっていきますよ。このバタバタが大切なんです。さあそして大切なのは呼吸ですよ。吐きながらどうぞ。吐きこれでしょ。次は胸を広げることが大切です。最近引きこもりうつの方多いですよね。そういった方でみんな姿勢がこうなっちゃって呼吸してないんですよ。お子さんもそうですよね。姿勢が悪いってことは実はね、
呼吸してない、ひよこです。ひよこスタイルで、はい、いきましょうか。はい、ふっ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 、吐きますよ。はい、手を高く、ひよこスタイル。はい、ふっ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 、吐きますよ。はい、ふっ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 、吐きながら、ふっ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 。さあ、これで手を上げてみましょう。思い切って上げましょう。いってみましょう。はい、ふっふっ。意外とこれがね、大変。四十肩、五十肩で悩んでいる方多いですよね。普段手を上げることがないんですよ。ふっふっ、思い切って、ふっはっ、ふっ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 。そして正座、普段使っている筋肉がストレッチします。そしてまた股関節を折る S 字です。そして肛門括約筋、体幹を使って立つ。一日に何百回もこの正座、立ったり座ったりが実は足腰を鍛え、そして脳に刺激を与えてたんですね。ぜひ皆さんもう一度改めて、私たちの世代はまだ正座を知っています。足の裏をしっかり使うこと、それが体作りで一番大切なんだということ、そしてそれがつまずき骨折介護をなくして介護のない社会を作るんだということを改めて再認識していただきたいなと思います。ぜひお家で指立ち、かかと立ち、簡単ですよね。やってみてください。さあ皆さん、うちわを持ちましょう。さあ、うちわのエクササイズです。うちわですね、これから夏にかけてとてもいいと思います。大きく体を動かすことってないですよね。体を伸びやかに広げると心も伸びやかに広がります。ではうちわのエクササイズ、皆さんはうちわがないんですが体に触れてみて、手を挙げて動かしてみてください。上行きましょうね。体に触れてみてください。いいですか？さあ、うちわ行きます。左足出します。行きましょう。体に触れること、1。そして眼筋をつけること、目線をつけることがすごく大切なんですね。目を動かすことが大切。そして呼吸入れましょう。5、6、7、8、9、10。はい、結構でしょうね。前の方だけ見るんですが、実は私の顔がすっごいリフティングしてるんです。目尻がぐーっと上がっていくんですよ。はい、胸郭も肩も下がります。さあ行きましょう。足を変えましょう。はい、1、2、3、4。簡単でしょ。必ず体に触れます。5、6、7、8、9。こんな気持ちよく手を伸ばすことはないと思います。足を広げます。いいですか？顔もぐっと上がりますよ。はい、揃えてみましょう。1、2、3、4。吐きながら5、6。うちわを見ますよ。そして体に触れてますよ。はい、これが大切です。体幹運動ですね。揃えます。いきますよ。目もよくなる。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、結構でしょうね。出ます。いきましょう。1、2、3、4。吐きながら5。下半身はバネですよ。6、7、8、9、10。はい、結構でしょう。遠くの方は分かると思います。肩が落ちてます。首が長くなってます。顔がキュッと上がるんです。こんなことでですよ。さあ行きましょう。はい、行きましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、結構でしょう。で、皆さんね、うちわがない方はね、手だけで結構です。はい、手ね、皆さんちょっと右手上げてみましょう。左どちらも結構です。右手の方がやりやすい。まずね、電球、皆さんうちわでどうぞお願いしますね。電球の球を回す感じ。はい、キュッ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 。うちわは表と裏、キュッ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 。結構つらくない？こうしたことで四十肩五十肩本当に良くなります。はい、キュッ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 。あと10回。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。もう固くなっちゃってるから、縮まる、固まる、下がるです。いいですか？ね、手を楽にしてあげる。四十肩、ね、五十肩よくする。関節に隙間が欲しい。こんなことでできます。さあ左手、大変よ。はい、キュッ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 。電球を回す。うちわの方は表裏、はい、表裏、
もっともっと高く表裏、はい、キュッ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 、表表に向かって、はい、表表5、6、7、8、9、10、はい、結構でした。はい、そして気持ちよく伸びましょうね。ウエストがないからここ落ちてるんです。いや、どうすればいい？手を上げる、上がんない。でも内側を持つと上がるんですよ。背筋から動きますね。背筋が丸くなって圧迫骨折の方すごく多いんですよ。はい、徐々に練習してみましょう。実はね、内側を持つと上がっていくんです。じゃあやってみましょうか。いきましょう。はい、1、2、3、4、ぜひ皆さん内側を持ってやってみてください。 5、6、7、8、9、10、はい、結構でしょうね。そして最後にうちは皆さんね、今腰痛の方すごく多いんですけど、こう滑り腰になっちゃってここ詰まってるんですね。だから正座することやっていただきたいんですが、はい、うちはでもこういう風に形でやりましょう。はい、股関節を折って筋肘の拡張です。さあ行きましょう。はい、伸びて、うっ、1、伸びやかに、2、3、4、思いっきりできますよ。6、7、8、9、10、ちょっと待ってくださいね。ありがとうございました。はい、今宇宙 のエクササイズをご紹介しましたが、特に猫背な方ね、姿勢が悪い方、こうやってね、ちょっと棒担ぐだけで姿勢って良くなりますね。ですからちょっとしたことをね、皆さん心がけていただく、旋回運動、遠心運動、筋肉に力を入れるのではなくて解放してあげると、年齢関係なく体が私のようにキュッと締まってまいります。そして皆さんに普段の立ち姿、シニアシスターさんとかそうですけども、10時10分で立つ、こうやって立たないね、土踏まずのところにかかとに10時10分立つ、もうこれだけでも姿勢良くなります。自分の体は自分で守る、磨く、一人一人の自覚が、一人一人の方々がちょっとした運動をすることによって社会は変わりますよ。まずは吉井町変えていきたいですね。ブースの方で教室のご案内もいろいろしております。ぜひまた皆さん、夏吉井町運動公園で夏の地方創生大学のアクティビティでご案内エクササイズご紹介したいと思います。ではもう一度皆さん、もう一度気持ちよく足を変えましょうか。はい、行きますよ。5回行きましょう。はい、行きます。1、2、3、4、5、ありがとうございました。